はい。はい。7月の21日、はい、金曜日、エミューの世話をします。行きます。今日のエミューの世話はちょっと違います。ね、まあ、まずは、いつも通りやるんですけど。はい、はい。なんかこっち側にしてからあまり水のバケツが汚れなくなった。うん、そうそう。ちょっと減ったくらいかな。餌はいっぱいシルバーさんがあげてくれてます。はい。お水はどうしようか。足すだけでいいのかしら。うん、前は汚れてたからあれだけどね。おはよう。どうしたの？ガチョウと更新でもしてんのか？今日は比較的涼しいです。ね。はい。タフちゃんは相変わらずポンポン音鳴らしてどこかに去っていきます。そんな君たちに今日はプレゼントがあるんだ。そんな君たちに今日はね、ともちゃんからね、良さげなプレゼントがあるんだよ。でもエミューちゃんのご機嫌はいかが？うん、大丈夫だと思う。そしたらね、やだね。うん、美味しそうな匂い。試食。いや、私は食べない。はい。ミックスベリーです。冷凍の。美味しそう。ね、いい匂いする。ヨーグルトに混ぜる。美味しそう。食べてくれないかな。エミは鼻が効くんですかね。あんまり鳥って鼻良くないイメージですけど。ほら。ひじちゃん、ちょっと待ってみるか。おいで。おおお、どうだ、美味しくなかった？今見た、今食べたんだけど。どうなんだろう。もう一回来い。ねえ、なんかダチョウもなんか喉に味を感じるところがあるらしいじゃん。うんうん。エミューもそうなのかな。ねえ、まあでもそうだろうね。口の、人間みたいに舌なわけではなく喉の方にあるんじゃないでしょうか。行かないで。タプちゃん、タプちゃん、ほら、いりませんか。なかなか食べてくれない。おーい。ダメか。嫌いとかそういう問題じゃないの。さっきさ、食べたんだけど取れました。一瞬取れたよ。はい。嫌いとかそういう問題じゃなくて、今日はなんかご機嫌が良くない。なんか飛んでる。怖っ。え、なんかハエよ、ハエ。あんなでかいハエがいる。違う。でもあの飛び方は蜂でもなるよね。そうだね、アブかな。やだ。あ、強烈な。カップの方で差し出してみたら。うん、だね。もしかしたらその手袋は嫌かも。あ、ほら。はい、はい。でもちょっと見たね。はい。
これそんなにダチョウと交信したいのか。やめろ、お前はダチョウじゃねえ。あ、イビちゃんだ。ごめん、間違えた。あ、名前違ったから食べないか。ねえ。地面は。あ、地面に起こしてみる。うん。あ、来たか。え、怖。何？親指が飛んでたんだよ。あー、帰ります？向こうに帰る。あら、食べるチャンス。出し出すチャンス。あー、何これ、かわいい。いる？見えてる？あ、これやっぱり毛づくろいしろの合図かもしれん。いつも来るんだよ。お、食べない？赤いよ、美味しいよ。食べない、痛い。オスがメスの毛づくろいをする習性でもあるんですかね。え、イジちゃんオスなの？あ、取っちゃった。今がチャンス。これ、これ。いらなーい。これは分かりやすい虫だな。タプちゃんの羽が好き。地面に落としてみるか。アリが来そう。ダメだ。めちゃめちゃアリが来そう、これ。まあ、アリぐらい来るよ。そうだね。でもやっぱり、あれだな。タフさんがしゃがんだら、毎度、うんうん、鉄の羽を虫に来るよ。イジちゃん。そういう仕事、役回り。自分でもなんかブチブチね、やってるもんね、うん、タプちゃん。ダメかな。すごく甘い匂いが。ダメだって。どうぞ。あ、地面にぶちまけるんだ。入れてみるか。お、見てる。お、ついたよ、今。ああ、踏んじゃった。あ、食べてる食べてる。あれ、食感がお気に召さないのか。色と形状は好きだけど。あ、でもいけそうね。食べないの。嘘じゃん。迷ってるね。食べない。食べるのが下手なのかな。酸っぱいのは苦手とかあるかも。ああ、そうかな。だって自然界で酸っぱいって何、腐ってんじゃん。いや、でも果物は酸っぱいよ。
あ、いいね、毛づくろいしてますね。あら、あ、ごめん。ごめん。何がまたなってる。興味は持ってはいる、ついばむね。食べるまではいかず。もう一つでかい何かの方がいいかも。スイカとかどうかしら。あねえ、水っぽい方がいいのか、もっとしっかり形がある方がいいのか。夏は一石二鳥ですね。な、夏子ちゃん、はい、いらない、いらない、いらないの、いらないのね。タフちゃんは人間がどいてくれると信じてる。あら、これ今さっきしたのかな。すんごい真緑。うん、見える見える。あなた呼ばれてるよ。ほら、あんた呼ばれてるでしょ。あれ、いたんだ。あ、いた。必ず行くね。そうなんだよ。キツゲ虫みたい。そういう習性なんだろうね。まあこの辺にしとくか。はーい。はい、今日のエミューでした。